霧畑に雨の降る日藤沢秀平その日は居残り晩で雪の帰りは遅くなった通いで働いている駿河屋という木綿問屋を出たのは五つ少し前だったろう芝居町から家がある 芝口三丁目まで間にある町二つそれもまだ人が歩いている表通りを歩いて帰ってくるだけなのに居残りの日は雪は帰り道が怖くて胸が硬くなってしまうはきはきと物を言うので人には勝ち気と思われがちだが雪は本当のところは 臆病な女だっただから何事もなく住んでいる長屋に帰ってきた時はほっとした木戸を入るといつもの習慣で提灯の火を吹き消した木戸脇の家が大家でこの好人物の大家は田子を上回る貧乏大家である いつもお夫婦で夜内食をしているその日明かりを頼りに歩き出した時雪はいったん静まった真の像がピクリと跳ねるのを感じた一人暮らしの自分の家に火がともっている誰が来ているのだろうと思う間もなく ゆきは家の中にいるのが父親だと確信した父親の吉松が行方不明になってから九年たったがゆきは父親はいつか必ず帰ってくるだろうと思っていたそれもきっとこんなふうに突然に父親は大工だった 領ではなかったが年季奉公も渡りの修行も済ませた腕のいい大工でユが物心ついた頃には奉公した親方の右腕として働いていたその父親が突然に失踪するに至ったわけというものをユはいまだに十分に 納得でできないでいるのだが父親はどういう事情があってかある時建て主からもらって親方に渡すべき手間賃をそっくり猫ばばして行方をくらましたのであるそのことは棟梁の家から人が来てはっきりしたただ大金ではなかったので 棟梁は話を内々で済ませ、外に訴え出るようなことはしなかった。失踪する吉松を見送った日のことを、雪ははっきりと覚えている。父親は家の者には親方のようで甲府まで行くと言っていた。 父親は朝早く家を出るつもりだったようだが実際には夕刻になったユキの母親が風邪をこじらせて高い熱を出していたからである母親は体が弱かった吉松は医者から薬をもらってきて飲ませたり ぬれ手ぬぐいで額を冷やしたりして、かいがいしく女房を看病したが、七つの鐘の音を聞くと、たまりかねたように雪に言った。あとを頼んだぞ、どうしても今日のうちに旅立たねばならねえのだ。くっていく とユキは言った。一家はその頃芝口南の備前町に狭いながらも表棚を借りて住んでいた隣の種物屋と懇意にしていたのでそこの女房に後を頼んでゆきと旅支度を整えた父親は家を出た。 外は夜明けに降り出した小雨がまだ降り続いていて、街は梅雨時のように薄暗かった。家を出るとすぐに、吉松は何事かに深く心を奪われたような顔つきになった。その顔で一言も口を聞かずに、ひたすらに道を急ぐので、 きは時々小走りに走って父親に追いつかねばならなかった。ここでいい。ひょっとしたら自分がついてきているのを忘れたのじゃなかろうかときが心配になり始めた頃に吉松はようやく立ち止まってそう言った。 二人はい坂を登ってため池が見える場所に出ていた。おっかあを頼むぞ。いいな。吉松はそう言うと急に膝を折ってしゃがみ雪を胸に引き寄せて抱いた。不自然なほどに長い間。 そうしていたのをゆきは覚えている。父親の体は強く、タバコの匂いがした。ゆきは十歳だった。少し気恥ずかしい思いで父親に抱かれながら。ゆきは胸の中に、さっきまでは影も見えなかった。 遺体の知れない不安が広がるのを感じていた池の上手に町ができるまでその辺り一帯は一面の霧畑だったという今は畑と呼ぶほどのものはなくなったが昔の痕跡はまだ残っていて町と その先に伸びている道から池の水際にかけてややまばらながら霧の林が続いている霧の木は直立する紫色の花をつけて雨にぬれていた吉松の姿は一度は 馬場の先にある武家屋敷とその先に続く町に隠れたがやがて町外れの道にもう一度現れた桐林の向こうを横切る小高い道を吉松は背を曲げて遠ざかっていった吉松の前後にも 傘をさした数人の通行人が見えたがかっぱを着て大きな傘を傾けた父親の姿は遠目にもすぐ見分けられたあんなに急いでどこへ行くのだろうふとユキはそう思った正体が分からずますます大きくなる不安と かすかな悲しみを胸に抱えて雪は立っていた父親は一度も振り向かなかったやがて薄暗い雨の中に消えていったそれから九年がたったのである雪は足音を忍ばせて土間に入った すると突き当たりの障子の影からいびきの音が聞こえた家の中で男のいびきを聞くのは何年ぶりだろうおとっつぁんだ遠くから帰ってくたびれて寝ているのだとユキは思った幸福感がユキの胸を膨らませた だが障子を開けたとたんに幸福感は跡形もなくしぼんだ長火鉢のそばに鼻ちょうちんを出して若い男が眠っているむろん父親ではなかった「とよちゃん起きなさいよ」そばにひざをつくと 雪は邪剣に男の体をゆすった。男は豊田といい、吉松の世話で同じ棟梁に奉公し、去年までにお礼奉公も渡りの修行旅も済ませた大工である。年は二十4で渡り修行に出かける前あたりから、 帰ったら書体を持とうとユキに持ちかけていた。おおおおお体をゆすられてトヨタは目を開いた。けげんそうにユキを見た。それで慌てて羽を切るかと思ったら大きなあくびをしてからのっそりと体を起こした。 着な男であるおまけにのんびりと言う「俺寝っちまったななんで夜分になんか来たのよ」ユキはトヨタをねめつけてつけつけと文句を言った半分は自分の思い違いに腹を立てていた どうして父親が帰ってきたなどと思ったのだろう。9年もの間、生きているのか死んでいるのか、消息すらない父親が帰ってきたなどとなぜ簡単に思ってしまったのだろう。女一人の住まいなんだから少しは考えてもらわないと。長屋の人 で結構口がうるさいんだからねいや明るいうちに来たんだぜトヨタは行ってもう一度あくびをしたまあってえどらせどおめえさんが帰らねえからつい寝っちまったんだあきれた とゆきは言った「で何しに来たのよ」「何しに」とはご挨拶だなトヨタもようやく自分が歓迎されていないことに気づいたらしく苦笑いした「いや大したことじゃねえ。 今日の胸上げで一人で食うにはもったいないような鯛をもらったから半分。トヨタはキょロキょロと身の回りを見回してから。はて檻がどっかに行っちまった。ひょっとしたら。 あんたの背中にくっついているのがそれじゃないのまあなんて人だユキはトヨタをにらんだがたまりかねてぷっと吹き出したトヨタはかたぶとりの体の大きい若者である丸顔の男ぶりも悪くなく 大工の腕はかなりのものだと聞いている。だが、火災の百姓屋の末っ子とかで、そのせいか、万事やることがのっそりしている。生まれも育ちも芝のユキには、豊田のやることなすことが、かったるくて仕方がない。ユキは笑いを引っ込めた。 油断をするとトヨタはすぐに初体を持とうと迫ってくるから甘い顔は見せられないトヨタの背中から潰れた折り箱を剥がしてあげてみたなるほど一人では食べきれないほどの大きな鯛がきれいに焼き上がって入っているはいはい じゃあ半分いただきますからねそうしたらすぐに帰ってちょうだいよ気度がしまったらみっともないからおしまいの方を切り工場で言うと台所で陽を分けにかかったするとトヨタが何か言ったキは包丁の手を休めた え、今何か言ったいいかげんに初体を持とうぜと言ったんだと豊田が決まり文句を唱えたそうすりゃあ体を切る手間も省けるまだその気はないってこないだも言ったばかりじゃないか そういうけどおめえだって来年は二十歳だぜ余計なお世話よ豊田が嫌いではない子供の頃から備前町の家に出入りしていたから気心も知れている母親が死んだ時そしてその後美備前町から今の が屋に引っ越した時は随分ヨタの世話になったこの人がいなかったらどうなったろうだがユキの胸の中にはどことなく片付かない気持ちが一つ隠れていた嫁に行く前にせめて父親の精子ぐらいは確かめたいと思うのだ だがどうしたらそれができるかも分からず胸の中の落ち着かない気分はしこったままだったそれにもう一つ正直なことを言えばユキにはまだ一緒になるならぜひともトヨタでなければというほどの気持ちがなかったユキの周りには トヨタよりもっと気の利いたセリフを言えて姿もいい若者たちがいて彼らはトヨタのように気まじめで頼りがいがあるようには見えないとしても気があるそぶりをして若いユキの心をくすぐったりするのがうまかった。 ゆきは半分に分けた鯛の包みを豊田に渡した「さあ帰って」「いつまでも二人でいると長屋の人に怪しまれるから」「何を怖がっているんだい」「世間よ」とゆきは言った「一人暮らしの女は」 世間に憎まれたら生きちゃいけないんだから鯛の包みを持ってトヨタはのっそりと立ち上がったそして土間に降りてからふと思い出した口ぶりで言った「そうそうそうさっき八丁堀の親方が来たぜ」。あら は言った。八丁堀というのは父親の吉松の兄弟子で運よく株を買うことができて今は棟梁と呼ばれている富五郎のことである住まいが本八丁堀そばの松屋町にある母親の葬式を出す時には富五郎が万事 采配を振ってくれた「何かおめえに話したいことがあったようだぜ」「いやだあんたが家にいるのを見られたんだ」とユキは言ったカッとなった八丁堀のおじさんに だらしない女だと思われたわ雪の剣幕にトヨタも長いは無用と思ったらしく珍しく機敏に外の闇に姿を消した翌日は雪は早番だった勤め先の駿河屋は 通いを入れると10人を超える奉公人がいる店だが春先に長年勤めた台所女中が辞めると後に残った住み込みは13と15の若い2人だけになったそれをゆきともう一人近所から来るまさという書体持ちが早出 居残りを繰り返して補っている店だから休むということができない「ゆきちゃんあんたは家に戻っても待つ人はおらへんのやから住み込みで働いてくれてもええやないか」と髪方弁の店の女将に言われるが ゆきにはいつかは父親が帰ってくるだろうという思い込みがある。以前に住んだ町の種物屋には父親が戻ってきたら今の住まいを教えてくれるようにくれぐれも頼んであるから帰ってくれば父親はまっすぐに三丁目の長屋を訪ねてくるだろう。 その時は狭かろうが古かろうが父親がゆっくり休める家が必要なのだと思っていた。だがこの日は一日中仕事に追われて夕方の早引け時が近づくと雪の気持ちは落ち着きなく騒いだ。 八丁堀の棟梁の話とは何だろうという疑問が繰り返し繰り返し胸に湧きそして最後にはお父っつんのことに違いない他に富五郎おじさんが私にどんな話があるわけもないという確信が胸に居座って 富五郎はまた日を改めてくると言ったそうだがとてもそれを待ってはいられないそう思いながらゆきは駿河屋を出るとそのまままだ明るい町を八丁堀に向かった富五郎はいなかった富五郎の女房はゆきに笑顔を見せて おやゆきちゃん久しぶりだねずいぶんきれいな娘さんになったじゃないかといい親方はまだ帰っていないが家に上がって待ったらどうかそれとも急ぐようなら今日の仕事場はこの家のすぐそばだからそっちに行ってみるかといい。 雪は道を教えてもらって富五郎の仕事場に向かった女房の笑顔の中に世間をしくじった亭主の弟,弟弟子に対する憐憫。それとは逆に守備よく棟梁株を手に入れた我が亭主の魁勝を誇る色があることに気づいたからである 昔は家がらみで親しくした人のそういう態度はユキにつらい思いをさせたが女房は自分では気づかなかったかもしれない仕事場は近かった何のことはなくさっき通り過ぎてきた松村町の奥の方で富五郎は 家不審の指図をしていた雪を見ると富五郎はちょっと向こうへ行くかと言って仕事場を出た表に出るとそこはまだ人がいっぱい歩いていた富五郎は通行人の間を横切って堀にかかる 紀の国矢橋まで行くとそこで雪を振り向いた「用ができてな髪型に行ってきたんだ戻ってきたばかりだ」と富五郎は言った富五郎は小柄で日焼けした顔に綺麗な白髪が似合う男である 年は50近くになったはずだが目は鋭く体はまだまだ機敏そうだった。髪型はな若け頃におめえのお父っつぁんと一緒に渡りの修行に行った土地だ心当たりがあったから少し行方を探してみた。 富五郎は口下手でところどころ話をはしょるが言っていることはむろんかる父親を探したのだユキは突然に息苦しく胸がとどろくのを感じた富五郎はそこで言葉を探すように口をつぐんだが すぐに諦めたように言ったお父っつんに会ってきたよ大阪だ女と暮らしていたその女が俺も知っていた人なのだ大阪の人ですか いや、富五郎は首を振った辛そうな顔をして雪から目をそらした胸の轟きが急に収まり橋の下の三十軒堀から潮の香りが強く立ち上ってくるのを雪は感じた。 前に小料理屋があってな女はそこで働いていた今は子供が二人いる親父のことはもう諦めな死んだかみさんとゆきちゃんのことを話したら泣いていたが 江戸に帰る気はねえそうだと富五郎は付け加えたが雪は半分ほどしか聞いていなかった旅に出る日母を看病しながらそわそわと落ち着かなかった父親のことが思い出されたあれは 父親が妻子を捨てて駆け落ちする姿だったのだとユキは思ったこのことは女房にも話さなかったお前さんのほかは誰にも話すつもりはねえから安心しなおじさん ありがとう。ゆきは深々と頭を下げると富五郎に背を向けて橋を降りた後ろで富五郎の声がした「豊田と一緒になるのかあれは腕もよくて信用できる男だ」。 そのつもりなら俺が面倒見るよ。いいえ、ゆきははしたもとから富五郎を振り向いて笑顔を見せた。豊田さんが勝手にそう言っているだけなんです。私はまだ当分 一人でいます家に帰ると雪は飯の支度もせずにじっと考えに沈んだ天涯孤独という言葉が浮かんできた駿河屋で住み込みで働いている十三の少女は 駿河屋の主人の遠い身寄りでみなし子だという春という名前である春は天涯孤独の荒野からうちでちゃんとしつけて嫁にやらなあ思ってますのや」と駿河屋の女将が時々言う。 これまで一度も感じたことのない天地の果てに来たような寂しい気持ちに体を包まれて雪は声を立てて泣いた泣きやむと風呂敷包みを一つ作って安んの火を吹き消し外に出た季節は梅雨に入ったはずだが雨は一 復興に降る気配がない「街は薄暗く頭の上にまがまがしいほどに赤い色をした雲を残しながら夜になるところだった」「豊田が住んでいる長屋に行くと豊田は膝をそろえて飯を食っているところだった」 風呂敷包みを背負った雪を見るとトヨタは黙って箸を置いたどういう風の吹き回しかなトヨタはつぶやいたまさか嫁さんが乗り込んできたということはねえよなさっき 八丁堀のおじさんのところに行ってきたお父っちゃんが大阪で見つかったんだってゆきは風呂敷包みを下ろすと禅を脇にどけたトヨタの前に膝がくっつくほどに近く座ったかみさんがいて子どもも人 いるんだって私たちお父っちゃんに捨てられたのよへえへえタは気厳そうにユキを見たでもまあ無事でいてよかったじゃないかバカ,バカバカバカ とは言った。両手の拳を固めてトヨタの胸を続けざまに打った男なんかみんなバカなんだから男なんかみんな死んじゃえばいいんだまあそういえばそんなもんだろうが。 ユキに胸をたたくままにさせながらトヨタは言った。でも男がみんな死んだら女だって困りゃしねえかいユキは身をそらしてトヨタを見た。それから小さく頭を下げていた。 私をお嫁にしてくださいいいかみさんになるからよーし来たと豊田は言ったこわごわした手つきでユキの手を取ったユキちゃんを大事にするで俺は妻子を捨てたりはしね トヨタは言った。ユキが体を傾けていくとトヨタはやっとユキの背中に手を回したが突然に訪れた幸せを信じかねているとでもいうふうに壊れたものにでも触るようにそっと抱えている。そして、 まだ上事を言うように「一生懸命働いてあんたを幸せにするぜ」とか「金を貯めていずれ備前町の家のような表棚を借りるのだ」などと言っている。広くて厚い胸に 額をつけながら雪はあたしが嫁になるのはこの人しかいなかったのだそれなのにどうしてあんなにふわふわと浮ついた気持ちに取りつかれていたのだろうと思ったごめんね 顔を上げてユキはそう言った。トヨタにその意味がわかるはずはなかったが、わからなくてもいいとユキは思った。長い間、胸の中にしこっていたものが消えて、気持ちがさっぱりしているのを感じた。代わりに、 胸を満たしてきた幸福感に突き動かされて雪は自分からトヨタの胸にひしとしがみついたトヨタもようやく自信が湧いてきたらしい口をつぐむと太い腕で力強く 雪を抱いた。